私たちが所属する慶応カルチャ会は、現在は1年生から4年生部員数約50名で活動しています。慶応カルチャ会は先輩方が気づいてくださったおかげもあり、古くから、活動しています。過去には元名人や元クイーンも輩出しており、全国でも、歴史を残す会として活動しています。今年は、大学選手権の団体戦で準優勝することができました。カルタの魅力の一つは、老若男女年齢に関係なく、競技することができることです。実際に大会でも、下は幼稚園児から上は60歳70歳を超えた高齢者まで、大会に参加しており、幼稚園児と高齢者が当たるということがたまにあります。もう一つの魅力として、カルタは皆さん早く取ったらいいと思われがちですが、早く取ることが全てじゃなくて、いろいろなテクニックが存在します。また瞬発力や集中力や記憶力など、さまざまな力を兼ね備えていないとできない競技です。慶応カルタ会の今後の目標としては、先輩たちが築いてくださった伝統をうまく引き継ぎ、私たちのカルタ会は大学から始めた初心者と呼ばれる人の育成がこれまですごいうまかったので、福澤先生の反学反響の教えを説いて、選手が選手を指導するという形で、これからも大学でカルタを始めた人が強くなるための指導を行いたいと思います。また8月に行われる大学選手権では、慶応大学として初めての優勝を目指し、また3月に行われる団体戦でも、一番上の級である A 級優勝を目指したいと思っております。私にとってカルタとは切っても切り離せない存在です。ですので、私がこの大学を卒業しても慶応大学という名を背負い続け、これからもカルタ会、また、慶応義塾大学のカルタ会に貢献していきたいと思います。私たちの慶応カルタ会は今3、4年生や OB、OG さんを主体として練習を頑張っているのですが、3、4年生が卒業された後、私たち2年生が引っ張っていかないといけないんですが、今現状がどうしても団体戦を行うと3、4年生を中心として選手を集められるんですけど、その点やっぱ2年生は実力が3、4年生に比べると劣ってしまうので、今それをどうやって練習してカバーしていくか、2年生一丸になって頑張っております。やっぱ実力もないと1年生はついてこないと思うので、2年生も実力をつけて3、4年生に負けず頑張っていきたいと思っています。我々がやっぱり現役の時にやっぱり慶応の OB、OG の方から教えられたのは、やっぱり慶応はフェアプレーで行きなさいと。やっぱりフェアプレーで行こうっていうのは、やっぱり対戦相手の方の気分を害さないようにするっていうことは、やっぱり今後社会に出てからも本当に一緒に仕事をする時にやっぱり相手のことも考えて、やっぱりいろいろやっていくってことをカルタで学べたかなと。特に私の場合名人になってしまったので、やっぱり名人が恥ずかしい行動をしてはいけないっていうことで、とにかくカルタの試合っていうのは、あ、どっちが取ったこっちが取ったみたいな感じで結構言い争いになるケースが多くて、とにかく慶応の場合そういうふうに揉めたら必ず譲りなさい、そしてその次の1枚を取りなさいというふうに教えられて育ってきたので、まあ特に名人になってからは本当にもうえっていう時も結構譲ったりしながら、まあ、それでも勝たなきゃいけないみたいなところをやっぱり大事にやってきましたので、やっぱりカルタをやるっていうのはそういうことも学べるんじゃないかなと。で、まあ、特に慶応義塾大学はやっぱりそういう形でフェアプレーっていうのを非常にやっぱり重んじて社会に出てからもやっていけているんではないかと思っていますので、本当にこれから大学に入ってカルタを始められる方も、まあ、そのような考え方で頑張っていっていただければなと思っています。